ってるハブは飛びかかってくるんで、これはその巻いてる状態を叩いなんかして伸ばせと、はい、そして伸びたらどこを叩いてもハブは骨が硬いから、ちゃんと一回一撃を与えるともうそこで逃げ切らない、だからゆっくり頭を潰せと、こういうですからもうそれが頭にありますからもうあの連戦連勝でハブ取りの名人になっちゃったんです。まず2匹来るとこの小さいやつからさっき言ったらハブはメスは小さいオスが大きいんです。だから小さい方を先に潰せばあの必ず大きい方を取り逃がしてもまたこのオスですからメスの悲しんで戻ってくると。だから大きいやつを先にやっつけて小さいやつを逃がしてしまったらこれは絶対帰ってこない。で村でも大きいやつを殺して後で小さいのに被害に遭ったとかね、そういう話もよく聞きました。で最後はあのこの雰囲気でいるっていうのが分かるようになった。見なくても、うん、ここにいるぞっていうのがだから今はねあのあこの微生物ここにいるっていうのは匂い、うん、で分かります。雰囲気で顕微鏡見なくてもあここがあるぞとかね、これはひでえとかね、そういう、ね、自然の知恵、単に植物だけじゃなくてこう虫とか、ね、まあ危機管理ですね、田んぼの汁とか、まあ、いろいろありますから、そういうのも全部なのこなせるようになって、だから危険を察知するそういうことが身についてると他の人が危なくて取れない野生の果物でも私はすり抜けて取ってくるわけですから祖父は世の中はみんなのためになるように一生懸命努力をしてもでみんなのためになってもお前が思ったほど感謝する人はいない、人のために世の中のために一生懸命やってんだから、評価されて叱るべきという思いがあるじゃないですか、はい、だけどそれは間違ってるぞと、逆にお前を憎んだりお前を説教するお前をやっつけようとする人が増える。自分は一生懸命この島のためにとかいろんなことをやったけど、最後はうるさいじじいだね、お前がどんなに人のことをいっぱいやったってお前が思ってるほど人はありがたく感謝するもんではない、それはなかったもんだと思うぐらいのつもりでやりなさい。でもまあ前は、まあ、これは運命だから仕方がねえなと。